皆様こんにちは、国際不動産エージェント鈴木です。今回の動画はドイツのデュッセルドルフからお届けしています。これが今年4回目の海外出張になります。とにかく長旅でした。成田空港からアラブ首長国連邦のアブダビ経由でドイツのフランクフルトに飛び、そこから特急列車に乗ってデュッセルドルフ、東京の自宅を出てから24時間以上かかっています。今はホテルでくつろいでおります。早速本題に行きますね。今回の動画は私たちが日常よく使う SNS の中で年齢層が高すぎて落ち目だとされる Facebook についてヘビーユーザーである私の思うところをお話しします。Facebook は別名おっさん SNS と呼ばれるように、ユーザーが40代と50代に偏っているのが特徴です。私もその世代に属しています。10年ほど前から Facebook に慣れ親しんでおりますが、他の SNS ツールと比べた時の問題点は、とにかくユーザー数が増えないこと、若い世代に浸透していけないことです。マーク・ザッカーバーグ氏率いる Facebook 社は社名をメタに変更し、主要な事業をメタバースにシフトしつつありますが、これは Facebook 事業が儲からなくなったことを示しているのでしょう。最近では日本でも政治家が SNS で情報発信するようになりましたが、やはり Twitter 利用がメインですね。Facebook だと友人5000名までという制限がある上に、ユーザーがおっさんおばさんに偏っているので、若者を含めてより多くの有権者に訴求して票を取るにはツイッターの方が良いと判断しているんでしょうね。若い世代、つまり30代以下が Facebook を敬遠しがちなのはなぜでしょう。私思うに3つの理由があります。1番、 Facebook は実名で情報発信するルールだから、若い世代ほど自分の意見主張を実名で発信するのが怖いと感じるものが多い。2番、Facebook は Twitter と違って字数制限がなく、長い文章を投稿できる。その結果、キラキラしたリア充おっさんの投稿が多くなり、若者から見て暑苦しい。3番、Facebook ユーザーの多くは若者から見て年上だから、いいねを押さなきゃという義務感がしんどいです。結局、若い世代にとっては、匿名で参加できる Twitter や Instagram の方が気楽。文章も短いから気軽。トラブルがあればアカウントを削除すれば気軽に自分を守れるわけです。そんな事情もあって、Facebook ユーザーは40代以上に偏るわけですね。ただ、50代前半、Facebook 世代ど真ん中の私が見るに、私たちの世代でも SNS の使い方は二極化しています。Facebook をよく使って友達が多いのは、自分で商売をやって結構うまくいってる人、海外を含めて旅行をたくさんする人、情報発信するネタを豊富に持ってる人に多いです。リアルな生活が充実している人、つまりリア充なおっさん、おばさんが典型的な Facebook ユーザーなんです。どちらかといえば、我々世代の中で勝ち組的な人、平均収入が高い人、情報発信やネットワークが得意な人が使うツールなんです。そして Facebook ユーザーは LinkedIn も使っていることが多いです。 LinkedIn とはプロフェッショナル層御用達の SNS と呼ばれ、特に英語圏でユーザーが多いんですが、リアルが充実している Facebook ユーザーは LinkedIn でも情報発信していることが多く、それは英語達者な人に特に顕著です。一方で同じ世代でも勝ち組の反対側グミな人は、Facebook よりも Twitter とか Yahoo 掲示板ユーザーが多い印象です。もちろん匿名です。しかも恨みつらみ、嫉妬の多い環境で生きてたりしますから、乱暴な言葉で書き込んだりします。同じ Twitter を使っていても、若い世代は SNS の使い方がスマートですので、イケてないおっさんの汚い言葉のツイートは敬遠されがちです。そう考えると、Facebook で堂々と顔出し、実名でお付き合いができるというのは、ある意味特権だと思います。実際、リアルが充実している人たちのネットコミュニティなので、本音をぶちまけたり、挑戦的な内容の書き込みをしても、経験上ほぼ荒れません。私は現時点で4400人以上の Facebook 友がいて、過去10年間にわたり、毎日平均10投稿ぐらい、好き勝手書き込みしまくってますが、炎上したことがほぼないです。
同じ内容をツイッターで書けば多分炎上しまくっていると思います。それこそ私が Facebook を好む理由なんですね。基本的に実名の付き合いだから自分の投稿やコメントに責任が伴う。 Facebook みたいにアカウント消して逃げたりはそう簡単にできない。だから私みたいに顔出し実名でも情報発信して正直に商売するものによって Facebook は居心地がいいんですね。逆に Twitter みたいな匿名で投稿できる SNS を私は好みません。そもそも雰囲気が嫌いです。ツイバトルという言葉があるようにツイッターで議論すると大抵喧嘩になる。誹謗中傷も多く政治家とか見ててもいつもツイッターの書き込みで謝罪したり罵り合ったりしています。匿名の書き込みは人間の底意地悪さを引き出してしまう面があると思うんですね。さらに言うと Facebook は国内外の収益不動産という高額な商品を取り扱う弊社にとって大変な威力を発揮する情報ツールでもあります。実名投稿ルールのおかげで Facebook はイケてる金持ちおっさんが集まる場になっています。何千万円もする海外不動産を買える人、投資判断できる人は Facebook ユーザーに多いんです。私は海外とか日本国内の地方に行って良い物件を見つけるとすぐに Facebook に投稿しているんですが、それがきっかけで制約が決まることもあります。 Facebook 利用が確実に売上アップにつながっているんですね。弊社はもちろん Twitter や Instagram での情報発信もやってますけど、長年やってきてたどり着いた結論はFacebook と YouTube の併用がベスト。つまり YouTube 動画で新規のファンを獲得して Facebook 投稿で制約に結びつける。それが弊社の商売に一番合ったベストな SNS の使い方だと分かりました。もちろん商売によって最適な SNS の使い方は違うでしょう。飲食店や観光地などでは拡散力のある Instagram や TikTok などを使うのがベストでしょうし、政治家や行政、社会運動などは Twitter が一番便利でしょう。弊社はたまたま Facebook 利用が一番合理的な業態なので使い続けているわけです。最後に Facebook がおっさん SNS と呼ばれ続けてもいいから、これまでと変わらず実名投稿の責任あるネットコミュニティであり続けてほしいです。最後に私の Facebook 情報を貼り付けておきますので、もし個人的にお友達になりたい方はお使いください。5000名が限度ですが、あと 5,600 名の空き枠があります。なお友達申請する際に Facebook のメッセンジャーを使って自己紹介していただけると私も気持ちよく承認できると思います。実名で堂々とお付き合いしましょうね。今回の動画いかがでしたか？面白かった、ためになった、 Facebook に興味が出た方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ドイツデュッセルドルフからお届けいたしました。それでは失礼します。さようなら。